ダチョウ倶楽部のうるさい男、寺門ジモンさん、どうぞ。やってまいりました。よろしくお願いします。いやいただきました。もういやいや、もう本当に参った、この変な音楽この音楽僕のライブで使うやつだ。はい、最高です。うざチャンネルでも使ってる。はいはい、今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。大根タオル買ったすべんだ、ありがたい。あれ還暦の時作ったタオルなんですよ。あ、そうなんですね。あ、嬉しいですね。60歳で作ったお肉のタオルなんですよ。お、本当だ、お肉刺しが入ってる。今治タオルですからこれ、日本代表。はい、今治タオル、いやいいですね。いや、桜が咲いてないなんて聞いてないよ本当です。あり得ます。いや、でもね、去年は1週間前、はい、いや10日前ぐらいに咲き始めてたんですよ。はいはい、今年はまだ全然咲いてないっていう。そうですね、もう木の種類によっては実は咲いている桜もあるんですけれども、だからもうお肉で、お肉とか食べ物とか。ああ、そうですね、みんなもう花を咲かせましょうよ、はい、もうね。そうですね、皆さんがね、はい、食と、エンタメで本当ですよ、ね、咲かせていただければ。いや、こんなにテレビ来るって久々嬉しいですね一番真ん中にね、あの肉チャンネルっていう CS のやつが来てるんですけど、はい、おあいつ一番力がなくて弱いのになんで真ん中にいるんだ8曲ちゃんと脚立立てて、はい、ちゃんと撮ってるのに、お前何やってるのが、もう本当に俺の花が咲いてます、はい、嬉しいです、このイベントに来れたことも。そしてお、ね、お衣装もね、綺麗な桜色、はい、で今日海外の方もいらっしゃるから、はい、そうですね、あいつは何なんだと思ってると思うんですよいやーってね、これ反応ないでしょいやいや、そんなことないです、そんなことないですいや、ファンもいるんですよ、いやーってね。あ、はい、あちらにいらっしゃる、はい、あ、ほら、僕のグッズ買ってる人もいっぱいいるので。そうですよね、今日はグッズの販売もされているということで、はい、もう今日はもう楽しみにしてましたので、はい、本当にいっぱい僕も楽しもうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、この特別応援ゲストはですね、はい、最初に披露してくださいました、白梅、太鼓の皆さん、そしてですね、トントントンとすごかったね。そうなんです、そうなんです。あれ途中でいやーって間に入れるんですよ。あれパクリじゃないですか、俺ら。だんだかだん、いやー。いやーつながりもしかしたら。やってましたよ。本当に。そしてね、パンダたちも。パンダ、はい、応援ゲスト。動いてないから、なんか、うわ、パク、大変ですね。パンダは下でもよかったですね。あ、なるほどね。上がるのが大変でしたもんね。大変でしたね。はい、はい、そしてジモンさんということでね、はい、このオープニングセレモニーね、盛り上げてくださっております。よろしくお願いします。そしてですね、ここからはですね、再び長岡理事長にも、こちらのステージに、はい、ご参加いただきたいと思います。理事長、よろしくお願いします。いやー。いやー理事長ちょっといいですね。いやいや嬉しいな、ジモンさんと。いやー、僕よりか面白いじゃないですか。いやいや、今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。どうもどうもありがとうございます。はい、はいはい、よろしくお願いします。上野ね、上野って好きなんですよ、はい、上野いいところですよ。上野ってやっぱり食もすごいし文化もすごいって。そうですね、昔はだって東京の窓口上野でしたからね。そうですね、東北の玄関って言われてましたけどね。そうですよね、東北だけじゃなくても本当にこれだけね、もう日本を代表する博物館、美術館全部あるんですもんね。そうなんです。動物園もあるんですよ。そうですよね、パンダもいます。はい、そして広報にもおりますね。いや嬉しいですね、はい、はい、そして理事長、はい、今回あの特別ゲストを就任する運びになったこの経緯といいますか、ジモンさんが選ばれたきっかけというのはどういったところなんでしょうか。はい、まあ、このイベントですね、はい、まあ、ご覧の通り、まあ、あの食べるブース、あとあの物販もありますけど、やっぱり食のね部分で、はい、何か花を咲かせたいなと思った時に、はい、ぜひまたお肉関係が多いんです。あ、まあ、そうですよね。そうすると、まあ、お肉で食、お肉となったらもうジモンさんしかいないということで、はい、ありがとうございます。もうラブコールをお送りさせていただきましたら、もうこれよく受けていただきね、どうぞし。そしてさらにお店も出されて、あの歌チャンネルのブースもあるので、はい、チャンネルの中でいっぱい作った肉料理がいっぱい出てるんですよ。おお、ぜひとも食べていただきたいです。本当に理事長も狙っているとか。そう、あのちょっと後で予約できませんね。後で並びます。行けば買えますから祈ってもいいですか。はいはい、ミディアムレア一応笑いを取る。ミディアムレアいただきましたもしムラムラって言おうと思ったんですけど、なんかミディアムレアの方がいい。ミディアムレアの方がよく今でも使わないでください、本当恥ずかしいですまあそんなことでね、今日もお肉のことで選ばれたことが嬉しいですけど、はい、うんうん、上野にも結構いろんな料理屋がありましたから。そうですね、焼肉屋さんね、はい、あるし、僕結構来ました。あ、上野にはよく来られる。だってアメカジとかそういうのとかスニーカーとか、うんうん、あー、上野の後に人気で買えないものはなかった。ファッションも今でもないので、はい、全部レアなものは上野に行けっていうのがあって、うん、結構買ってましたね、はい、御徒町までずっと全部つながって、うん、いろんなものがあるので、はい、やっぱりすごいと思いましたよ。食以外にも楽しまれてたんですね。はい、だから食も本当に文化的な食が多いですよね。そうですね、
もう例えばとんかつも上野が発祥の地と言われてますし、まあ、焼肉も一部では上野が発祥と言われてますよね。発祥に近いですよね。まあ、みんな勝手なこと言う人多いんですけどね。でも日本におけるとんかつの流れは東京がいいっていうのは上野が作ったんですよ、うん、そうなんですか。三大とんかつとあります、まあ、何軒がなくなったところもありますけど、はいはい、古い老舗のとんかつ屋さんは上野にあるんです、はい、でも食を楽しむのには最適な場所。いやもうよく取材拒否でも来てましたね、僕ここ上野の町には、はいはい、昔からある店はね結構やっぱり歴史とそういう文化があるので。なるほど。でもたくさんのじゃあ思い入れが上野にあるんですね。めちゃくちゃありますよ。いっぱいデートしました昔。デートも上野は本当に。あとはあのお正月に買い物をね、はい、あったりとか、やっぱり上野に来れば何でもあったので、うんうん、すごいですね上野は。いやもうあのね、おかげさまで。でもまだまだねこれからねもっともっと盛り上げていきたいので、もうジモンさんが今回来てくれたから嬉しいですよ、はい、本当ですか。ありがとうございます、ありがとうございます。いやあの体育のお姉ちゃんに勝てないかと思ってね。いや手をよなんかカーってか、いや迫力ありました。あれはイベント中3回ぐらいやってもいいんじゃないですか。あれ盛り上がりますね。あもうあのいつもね、あの上野という島は隣同士なんですけども、はい、まあ、あの石間天神さん中心やられてる白目太鼓さん、もういつもねいろいろお世話になってます我々イベント。なんか文化的ななんかおーってなんか、はい、どんどこどんどこってなんか盛り上がる感じが、ね、うん、ね、あっていいですね、はい、あれね、いいです。いやもう心がね躍動しましたよ ね見ていて。パンダがずっと言うのが怖いんですけどね、ちょっとこれ、ね、パンダたち盛り上げてくれてますよ。いやいや、はい、そうそう止まっちゃうからね、まあ、動いて動いてほしいそうです、はい、さあそして、はい、ここ、今日はね桜フェスタ、上野桜フェスタなので、ジモンさんにお伺いしたいなと思いますが、はい、どうぞ。お花見はされたりすることはあるんでしょうか。いやしますよ。花があるところには必ず行きたいんだけど、今年ほど遅いのはめったにないんじゃない。そうなんですよ。もう最初はもう17日ぐらいに咲いちゃったら、そうですよね、逆にね早くてもうちっちゃいんじゃないかっていう危惧したんですけど、ですよね、まさかこんな遅れてもう夢にも思わなかったんですよ。自然っていうのは面白いですね。でも逆に言ったら長く楽しめるかもしれないんですよね。そうですね、もうこれからちょっとの間ぐーっと長く咲いてるかもしれないので、はい、これはもう花火というのはやっぱりなんか自分で行って外に出て楽しむっていう、ちょっとコロナ中にねできなかったこともあったの で、 そうです、ね、逆にもう今はもうたまんないです。ワクワクします。そうですね、やっぱり日曜日の前の土日金土がいいじゃないですか、はい、花が咲く手前の方が盛り上がるので。そうですね、もうこっから見るね、あそこがね、はい、メインの桜並木ですけど、全部桜なんですよ。わーっとね、もう本当に素晴らしい。じゃあイベント中に咲き始めるって感じですね。そうです、そうです、今回はそういう感じ。なるほど。いや嬉しいな、これはまた。やはりあのお花見をしながら食べるアイテムはお肉なんでしょうか。お肉ですよ。だって普通に家で食べるものも外で食べると美味しいじゃないですか。美味しいです。特に花見やこういう空気のいいところで食べたらたまんないでしょ、うんうん、本当ですよね。いや今日はいろんなものがね、エスニカルのものから、はい、僕のウザチャンネルの肉ブースまで、はいはい、いっぱいありますから。いっぱいもう、あの、うちの店もそこ出てますから。あ、本当ですか。愛称園と立ち飲み門倉というのもやってます。門倉さんもそうなんですか。手振ってるのは、はい、うちの息子ですのでよろしくお願いします。あ、手を振っておる。あちら今度肉チャンネルで行きますから、はい、あお願いします。本当ぜひともぜひとも。はい、もうね、知る人ぞ知る、理事長はですね、上野で老舗の焼肉屋のオーナーでもあるんですよね。すごくないですか。いや焼肉屋のオーナーでここまで上り詰めた人。いやいや、我々ね、観光連盟 の、 あのスタッフは、はい、みんなそれぞれ商売をやって、まあ、ボランティアでこの活動してますので、はいはい、まあ、私は焼肉屋ですけども、今そこにいる副理事長は宝石屋がいたり、あ、またここにいるあの副理事長セックンはあの住職10回の高校でいたり、はい、いろいろいいですよ。いろいろ。あとは今日ちょっとあの稲城あの山城屋っておもちゃ屋とかね、はい、あ、面白い、あと、はい、山城屋、はい、あとはあの鳩屋さんという洋品店の有名鳩屋さん、今ちょっと今そこにあのちょっと店も、はい、なんかもうなんか、はい、東京のいろんな名店の同窓会みたいになってますよ、はい、本当大丈夫ですか。本当に嬉しい。リザクさん、はい、いやなんか まだまだ行けますね上田さん、おう、まだまだ行きますよ。ガンガン前に行きましょうよ、はい、盛り上げましょう。盛り上げて、ね、いただきたいと思いますが、はい、福岡理事長にちょうどお伺いしたいことがありまして、はいはい、お花見をする上のマナーやルール、マナー、ね、楽しむポイントっていうのは、それちょっとね、これねやはりね、まずね、あの外国人のお客様多いですけども、あの今まではその桜並木のところでみんなあのご座引いたりして場所取りして宴席、はいはい、これが今ね禁止になったんです。あ、そうなんですね。これね、まあ、コロナ以降禁止で、あの上側あの野球場の向こう側の方だけ一角は宴席が OK になってます。だから宴席が OK 以外のところではダメですので、まあ、そういった方たちはあのどうしても飲食したい方はこちらに来てください。
こちらのね、もうブースいっぱいありますからね。なるほど。え、じゃあ花見はこと歩きながらこう見ていってもいいけど。そうです、歩きながら OK です。まあ多少の飲食は大丈夫ですけども、あの座ってあそこで宴会をしちゃうのはダメなんです、はい、今ね。なるほど、いろいろ変わってるんですね、時代が。そうですね、変わりましたね。ただやっぱりお客様ね、あそこ滞留しちゃうよりはぐるぐる回るから、はい、あの帰っていいと思いますよ。動いてくれた方がね、はい、こっちのね、あの匂いにつられてこう、そうですよね、いっぱい来てくれれば、ね、はいはい、私あのうさチャンネルお肉いっぱい出してます、はい、食べてくださいね今日、はい、本当にぜひとも、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ皆さんぜひね、今のあのお話を聞いていただいた内容をね、元に楽しんでいただければと思います。はい、はい、そして、ジモさんは今回あのうざチャンネルのお肉の販売を、されているということですけど、さらにグッズの販売をされている。そうそう、僕いろんなところでグッズを作ったりするのがあって、はい、それの遊びであそこでちょっといる間には売っていこうと思ってますので。どんなものが？いやいや、まあ、キャップとかミートキャップとか。あ、いいですね。本当にミートキャップ、あのミートキャップ、ミート T シャツ、ミート T シャツ、ミートソルジャーっつってね、とても人気があるやつなんですけど、もうお肉お肉お肉です。お肉で、はい、じゃあそれでやったものだけを。まとってお肉を食べる。はい。来て、はい、来て食べてほしいですね。はい。いくら汚れてもそれが模様になるっていうね。はい。先ほどね、長蛇の列ができていましたが、あ、今なら。あ、今なら行きます。今なら全然大丈夫。ちょっとこちらにこう皆さん来てくださって、ね、はい。そうですよね。来ているから行きづらいかもしれません。いやいや、俺今日本当にあの天気良くて、いい日になったし、そうですね、はい、スタートとしては最高じゃないですか。最高です。ね、皆さん楽しんでもらって、はい、日向ぼっこをついでに、はい、美味しいもの食べてもらいたいと思います。はい。はい、ぜひお願いします。さあ、そして、あ、もう時間がね、トークの、迫ってきておりまして、うん、ぜひ今あのジモンさんから最後にね、一言メッセージのようなね、お言葉いただきましたけれども、理事長からも皆さんに最後に何か。理事長、はい、もうね、本当にあの色とりどりのお店がありますから、はい、あ、ぜひ、まあ、それぞれのブース見ていただいて、もう食べ比べ食べ歩きを楽しんでいただきたいと思います。またぜひね、先ほども言いましたけども、あの上野観光連盟の LINE 公式アカウント、お得なクーポンもありますので、ぜひあの町の方にもね、お帰りに寄っていただければというふうに思います。そうですね、食べた後また町に、はい、町にもね、はい、またあれで飽きたらこっち来るとか、そうですね、やったりもらっていただいて、やってもらいたいですね、はい、はいはい、満喫できますね、はい、はい、ありがとうございます。ではですね、ジモンさん、中岡理事長、はい、今日から10日間となります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、お二人とのトークをお送りしてまいりましたが、ではですね、最後にですね、お二人とご一緒に開催のコールをしたいと思います。私がせーのと言いますので、せーののののタイミングで、上野桜フェスタスタートを、はい、よろしくお願いします。わかりました。はい。それでは開催のコールをしてまいりましょう。いきますよ。せーの、上野桜フェスタスタート。始まりました。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にスタートできてよかった。オープニングセレモニーをお越しいただきましたのは、長岡理事長、そしてテレパのジモンさんでした。ありがとうございました。そしてこちらのステージ、MC を担当したのは私、葵恵里でした。皆様ありがとうございました。